動画をご覧いただきありがとうございます。令和風来坊チャンネルです。今回は海の京都を旅します。日本のベネチアと呼ばれる伊根町、そして日本三景の一つ天の橋立へ旅した記録です。今回一番の目的は4月から5月にかけて伊根町に現れる夜光虫を見ることです。さて、京都駅からどのようにしていくのか、関東の人にはあまり馴染みがないと思います。今回は高速バスを使って海の京都へと向かいました。バス代は3000円でした。繁忙期は料金がもう少し高くなるようです。他の交通手段としてはレンタカーや特急列車といった方法があります。1日5本の高速バス、7時20分始発の高速バスに乗車しました。海の京都のロゴです。他にも森の京都、そしてお茶の京都があるそうです。移動時間は2時間と5分、途中休憩を挟みながら目的地へと向かいます。昇天橋が回転する場面に間に合いました。回旋橋とも呼ばれて親しまれています。長さは36メートル、日本国内で動く橋というのは20カ所程度しかないそうです。天の橋立を訪れた際にはぜひ見ることをお勧めします。透き通った海と松の木も相まって美しかったです。旋回している時間はわずか3分程度なので貴重な場面ですね。レンタカーを12時から予約していたので、その前に由良川橋梁を見に行きました。近年インスタ映えのスポットとして注目されている橋です。天の橋立駅から西前鶴駅行きに乗車して25分ほど、丹後由良駅と丹後神崎駅の間を流れる川を渡る橋です。電車の中には酒呑童子の木彫りの置物がありました。この地域は有名な鬼退治の伝説も残っているんですね。由良川橋梁を渡ります。全長550メートルの橋で、水面から6メートルの高さを走ります。水の上を走っているような感覚になりました。
ない駅でした。折り返して天橋立駅に戻ります。天気も晴れてくれたので最高の気分でした。後日車からこの橋を眺めることにします。電車の中にこんなポスターがありました。海の京都をイメージした模様が面白いです。それにしても丹後鉄道は列車のデザインが素敵だと思いました。この車両は赤松号といってコーヒーも飲めるカフェ列車なんだそうです。天橋立駅と西舞鶴駅を走る車両で優雅に往復するのも良さそうです。ちなみに乗車券と別に550円の整理券で乗車できます。天橋立駅に戻ってきました。駅前にあるクラシックカーの看板は今回お世話になる天橋立レンタカーさんです。レンタル料金はウェブ割といってお得な料金があって3日間で1万8700円でした。天橋立レンタカーさん、元気で親切な接客がとても良かったです。天気が良かったので車をそのまま置かせてもらい、天橋立ビューランドへ向かいます。途中美味しそうなソフトクリームを見つけたので食べました。ちなみにこの日は気温30度を超えていました。黒豆はこの地域の特産品でもあるそうです。天橋立駅から徒歩6分程度で天橋立ビューランド入り口に到着します。天橋立レンタカーでビューランドリフト券の50円割引券をもらいました。天気が良かったのでリフトにします。はい、絶対楽しいやつです。
ビューランドの展望台までは6分ほどで着きます。振り返ると天の橋立の全景が見えてきます。天の橋立ビューランドに到着しました。遊園地といった感じです。眺めはこの通り最高でした。はい、ということで自転車に乗ってしまいました。一周300円です。乗る人意外といなくて順番待ちもありませんでした。天の橋立といえば股のぞきです。こうやって見るとまるで天に架かる橋のように見えることから天の橋立と呼ばれるようになったと言われています。帰りもリフトにしました。天気もいいし、なんせこの景色ですから。気づいたら2時だったのでお昼を食べます。天の橋立のご当地グルメあさり丼にしました。あさりのお吸い物と鶏のアサリを卵でとじたアサリ丼。はい、こんな感じです。ふっくらプリプリで美味しかったです。はい、それではエアコン全開で日本のベネチア伊根町に向かいます。
天橋立駅から伊根町までは車で30分から40分といった感じでした。海沿いをドライブするのでとっても気持ちよかったです。伊根湾に差し掛かってきました。有名な伊根湾巡り遊覧船乗り場を通過。ここは最終日に利用する計画です。ここから船屋が立ち並ぶ地域に入っていきます。伊根湾の天然の防波堤青島が見えてきました。そして対岸に船屋群も見えてきました。道の駅船屋の伊根町からの景色はまるで映画のワンシーンを見ているかのような気分になります。それでは本日宿泊する船屋へ向かいます。宿泊する船屋は伊根湾の端っこ、伊根湾ガンジャガ花灯台のふもとにあります。伊根町の端っこに入っていくに従って道幅も細くなっていくように感じました。今回宿泊する船屋、大成さんです。この宿は良い意味で素朴で、そして素晴らしいロケーションが魅力だと思います。
シャッター開放でもわずかにしか撮れない弱い光でしたが、実際はもっとたくさん輝いていました。とても幻想的で夢中で眺めてしまい、時間が経つのも忘れてしまうほどでした。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。